株式会社ヤエスブックセンターは首都圏を中心にチェーン展開する日本の書店である鹿島建設グループ。鹿島建設社長鹿島森之助のどんな本でもすぐ手に入るような書店が欲しいとの意思を受け継ぎ赤坂へ移転したヤエスの同社旧本社跡地に世界一の売り場面積を持つ書店を作ろうと計画され当時流通する20万点の本を常備しようと 構想は画期的なものであったが一方で日本書店組合連合会や書店組合の反対にあい売り場面積を半分にして1978年9月18日に日本最大の書店として開業した開店後1年間の入店者数は約1000万人売れた本は約500万冊であったあらゆる書籍を取り揃えるために 通常の書店とは異なり買い取り仕入れが主体で、120万冊とも言われる膨大な在庫量を誇る。首都圏にチェーン展開しており、多くは三越や伊東洋華堂等の商業施設にテナントとして出店している。八重洲本店が機関店舗であり、都内有数の大型書店である。土地柄ビジネスマンの利用が多いため、 ビジネス書の在庫数は日本随一である。周辺のオフィスが休みとなる日曜日は1990年代前半まで休業していた。ビジネス書関連の講演会やサイン会などのイベントが頻繁に開催されている。その他強みを持っているジャンルとしてパソコン関連、各種専門書、文芸書のほか観光客が多く利用するため旅行ガイドの在庫も かなり多い。ベストセラーにビジネス書が上位を占め、従来はビジネス層が顧客のイメージとして強かったが、今日ではファミリー層や外国人客も増えてきている。このため客層の変化に対応する意味もあり、2016年に文芸賞を1階から5階に移し、2017年には旅行ガイドと雑誌を1階に移している。電子マネーのクイスプエディスイカが本店。 および一部支店で使用可能である。またルミネ小木久保店では、駅ビルを運営している株式会社ルミネが発行するルミネカードを提示した場合、そのサービスを受けることができる。2016年10月にはポイントカードを導入、一部店舗を除き全店で使用可能となっている。2016年6月1日、当伴がヤエスブックセンターの親会社である。 鹿島建設グループから発行済み株式の49%を譲り受けしたと発表し、7月1日に、東藩の山崎敦夫元会長が、ヤエスブックセンターの社長に就任した。これによって、ヤエスブックセンターは東藩が主導して、業績改善に取り組むことになった。AB、東京人2018年12月号39ページ。ジ男、出版文と、 現実五十七から五十八ページ。いじり、前景書百二十七ページ。株式会社や S ブックセンターの株式譲り受けに、関する、お知らせ、当伴、http コロンスラッシュスラッシュ www.tohan.jp スラッシュニューススラッシュ2 0 1 6 0 6一七百五十一 h t m l 二千十九年九月六日閲覧。当伴、 雑誌の売上高5%減16年3月期。日本経済新聞。2019年9月6日閲覧。ありがとうございます。